はい、久保です。今日は、この確率的なモデル、プレディクティブコントロール、モデル予測制御、MPC についてお話ししようと思います。で、MPC の基本については、この前のビデオを参照してください。今回はそれを確率的に拡張したもの。で、スタンフォードの、ステファン・ボイドが、十何年前かにした授業のスライドを使って説明しようと思います。で、最初にそのどういう問題を使うのかっていうのが、ここに書いてあるんですけど、動的システムで、有限な、計画期間を持っている問題ですね、今回は。有限。時刻は0から始まって、t まで考えて、t-1 までに、こういう線形な、関係、なんだとかっていうと、x というのが、書いてある通り、状態、ステートが、で、時刻 t のステートに、行列 a を掛け算してみると、時刻 t のコントロールを制御する、コントロールするという変数、ベクトルに、b という行列を掛けて、今回新しいのは、このノイズを表す w というベクトルが加わる。で、これがプロセスノイズであって、外部から入ってくる、内部で制御できないインプ入力になるという話。で、この XT、この場合、制約なしでやってますね、この場合。で、細かいというか、もっと詳しい話は前回に、この W のない状態では説明しているので、そちらを参照にしてください。今回は、それの拡張モデル。で、このキャピタル XT、大文字の XT って何かっていうと、ヒストリー、なわち、過去の X0 から XT までを全部合わせた、ベクトル全部合わせたのっていうのをキャピタル XT。ヒストリーですね。履歴を、状態の履歴を表す。時刻 t までの状態を全部合わす。そいつを使うと、コントロール。なんていうと、コージュアルステイトフィードバックコントロールって言うんだけど、過去の履歴を全部取ったものに対して、ある関数 φt っていうのがあって、それが、方策を返してくれる。で、この過去の履歴っていうのは、初期状態 x0。これは与えられている。書いてないけど、与えられてるとしたときに、その後の、ノイズがすべて X、WT 比1まで分かっていると、この関係で X がどん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 生成できるので、こう書いてもいいでしで、この φt というのが、この XT、この次元は XT、過去の履歴全部合わせて、0から t までだから、全部 t プラス1かける n、もともとの次元が n だった。円だったので、の次元を持つ、大きなものから、方策をあの空間への、写像を表して、で、これを、コントロールポリシーと呼びます。で、今、有限期間、ファイナイトホライズンを考えていて、で、X0、W と、W0 から WT-1 まで、経過期間 t したときに、その直前までの、はランダムバリア、初期状態のランダムバリア。したがって、その時の費用ですね。費用。この L っていうのが費用で、一応凸を仮定して、コンベックスのステージコストから定義されていて、それは、状態とコントロール両方入れると、返ってくる費用。で、T の費用は LT。最終状態、キャピタル T に対しては、状態だけで決まる。費用。全部凸関数を仮定して。で、凸関数の和だから凸関数で、その期待値をとっても凸関数。この費用というのは、凸である。で、この J というこの目的関数というのは、コントロールポリシー、この期ごとに違ってもいいと仮定して、その U を生成するような、ポリシー、ファイによって、に依存する。で、ファイに関、あ、U に関しては、この場合制約ついてるんですね。UT に入っているという。で、この制約に関しても凸であるという仮定をしている。凸制約で凸の目的関数。から、コンベックスオプティマイゼーション、凸最適化になって、これは簡単に解ける。というお話です。で、ここでの目的は、ストキャスティックコントロール問題っていうんで、ポリシーを見つける。で、制約を満たして、で、この J という目的関数を対象にするような、目的関数を出すというのが目的になります。で、また続きなんですけど、
変数っていうのは、この関数自身が変数になる。関数を求めるので、問題は無限次元問題ですね。有限次元ではないということになります。で、この関数を、適当な、例えば、π は、アファイン関数、原点を取らない線形関数、アフィン関数っていうんですね。に、これ区分的線形、分的アフィンでもいいんだけど、なんか仮定を設けてもいい。いいんだけど、この場合は関数、一般的には関数、無限次元のものを最適。で、キーになるアイデアは、いわゆるランダムな事象が起きると、それに対して修正コードができる、ね。修正コードのことを、その確率計画の分野では、リコースと呼びます。リコース。で、別名として、フィードバックとか、クローズドループコントロール、ヘイループ。発生した事象によって、そこで、コントロールを変えるという。をするのが一般的な。これがキーになるんですね。この、確率が入った場合、この、クローズループをしないと、フィードバックを入れないと最適にならない。一方、普通の場合は、オープンループといって、下位ループといって、一番最初に全ての、このコントロールを決めてしまって、後で、何か発生しても変えないっていうのが、下位ループ制御。当然これはキーになる。で、確率変数が入っているので、目的関数 J というのをもうコントロールする、ポリシーを決めたときにも、評価するためには、シミュレーション、モンテカルロシミュレーションが必要になる。で、今度は、そうですね、動的計画を使えば、これはだからフレームワークだけなので、解もどき、ソリューションもどきが動的計画を使えばできる。で、この、MPC というのも、動的計画を用いて、一般的な問題を解くことができて、基本的には多分この動的計画を中心としてフレームワークを作って、で、それを解きやすくするために、この最適化を入れた MPC とかで出てくるわけです。で、同じように価値関数という、動的計画の肝になるのは価値関数、V、バリューファンクション。この場合は、キャピタル X キーですね、履歴を含んだ、ヒストリーを含んだものを与える。すごい膨大な過去の履歴を全部入れたものを与えると、その後の、有限期間 T までの、最小費用の値を取っておく。この取っておくっていうのが、この動的計画 DP の肝なので、これは、価値関数が、分かっているものとしましょう。で、一番最後の状態、キャピタル T までの履歴が全部分かっていたら、それに対する費用というのは、さっき定義しておいたある凸関数 LT になると。で、最適値っていうのは、V0、一番初っ端の時、0の時に、ランダムバリューの X0 が入った時の期待値。その後ろは、これですね。順繰りに後ろから計算していく。このバックワードリカーション。後ろ向きの待機を使う。で、T については分かってる。これが分かってる。これが初期値ですね。後ろが初期値になっていて、t-1, t-2, 点点点0まで、後ろから順番に、この再帰方程式を解ける。これ何かっていうと、t 期の価値関数は、t プラス1期の価値関数が分かっていると仮定したときに、それに対して、この履歴に依存するんですね。xt ってこれ条件付き確率。条件付き確率を与えたときに、この状態っていうのは、xt の後ろに、ある行動、WT というのをして、V をして、V というのがコントロール。WT というのがノイズ。で、X というのは、T の状態ですね。この一番最後にくっついている状態。で、これにこれをくっつけた後ろに、この次の、これが XT プラス1になっている。コントロールを決めて、ノイズが決まると次の状態が決まるので、確率変数なんだけど、これが、次の期の XT プラス1。これ全部合わせてキャピタル XT プラス1ですね。で、の価値関数なんで。それがもう、次の期が分かっていると仮定すればその期待値を取ればいい。それに今期かかった費用、コントロール V に対する費用を足し算する。その一番ちっちゃいのを取ってきたのが T。T プラス1期をもとに T が順繰りに計算できるということになります。で、凸関数の、期待値と凸関数を取って、その if の一番ちっちゃいのを持ってくる。無限の場合もあるので if って書いてあるんだけど、基本は最初と思ってくる。で、最初を持ってくると、それもやっぱり凸関数。
もう突性の維持が一番大事だと。で、その最適方策っていうのを、まあ、同じですね。これと同じものを持ってきて、ここにアーグメニ、一番ちっちゃな部位を持ってきてねというのが最適方策になるわけです。で、今のは、過去の履歴を全部取ってあるっていうので、結構膨大な量になるので、当然次元の呪い、っていうのが出てきて、まあ、現実には解くことができなくなっちゃう。で、ちょっと過程を追加します。そうすると少し解きやすくなって、まあ、こっちが多分、本丸の、マルコフ・ディシジョン・プロセスとか、ベルマン方程式にあるんだけど、まあ、割とリーズナブルに解くことができるという式になる。まあ、大差はないんですけど、今、その X0 という確率変数と、全部のノイズが全部、独立と仮定しましょう。独立って仮定するとマルコフ性が成立するので、全部の履歴、そのキャピタル XT ではなくて、キャピタル XT ではなくて、最後の XT という状態にだけ、依存した価値関数2として計算できる。したがって、最後の期の価値関数の最後の状態だけに依存して計算できて、で、バックワードリカージョン、この場合、ベルマン方程式になるんですけど、この条件付き確率の XT というのはないんですね。で、XT だけでいい。で、少しすっきりして、XT に関する、次の、P 期というのは T プラス1期の、状態を状態はこれ、さっきは2つのヒストリーを合わせたんですけど、状態は XT でコントロール V でノイズを加えると、これが次の XT プラス1になるので、その時の価値関数が分かっているとすれば、その期待値を取って、根拠の比を足して、そのインフを取れる。ということで、最適方策も、まあ、こんなふうに同じように書けるという話です。これは動的計画のフレームワーク。で、コントロールの場合は、特殊系の場合は綺麗に解けると。量的な解が求まるという話を、前回もしたんですけど、この、ノイズの加わったモデルに対しても、二次の、仮定をすると、まあ、解くことができます。まあ、計算は少し面倒くさいんだけど、概要は同じです。で、U、コントロールの、制約はなし、無制約としましょう。で、これらはすべて独立という、そのマルコフ性の仮定をして、平均は0。すべての、ノイズの平均は0。で、これが、共分散。最初の X に対する、共分散、ベクトルの共分散はシグマ。で、各期の W の共分散は WT と言いましょう。これは変わらない。定常と仮定して。で、費用も全部2次で、X に関するところ、状態のそのばらつきに関するところは、QT という、反省定式表ですね。をかける。これ反省定式表です。まあ、特性と思ってください。で、コントロールの方も、あんまりバランスこんなに入れているので、アームという、の場合は、平定値ですね。これが入ってない。全部入ってない。平定値行列と仮定する。競技の凸関数と仮定する。まあ、その辺は技術的な話なので、まあ、二次の費用と思ってください。で、最後のところも同じ。最後のところも反省定値の行列。で、費用。最終期の費用関数が決まっている。と、仮定をします。仮定なんで。すると、価値関数というのは、この2次のこう、P というのは、後で計算できる。こうやって計算できますよ。という、ある行列と、なんか定数項。定数項というか、アピ。線形と2次の項の和として価値関数が書ける。ということが示せて、で、最終期の PT、この、X に向かっていくというのは、元の QT。キャピタル QT と同じで、このスモール QT っていうこの、線形項の、定数項の方は、ウェッバーと。で、それを、最適方程式をやると、状態、Z とか、これは状態。状態に関する、価値関数、VTZ というのは、状態とコントロールとノイズが決まれば決まる。で、この場合は、こういう二次の形式にかける。これと。で、この PT というのが、こっちで計算するんだけど、PT プラス1が分かっていると仮定すると、まあ、ここに再帰的に計算できる。で、ここで、さっき平均0って仮定してたんで、これだけ残るんですね。トレースの WTPT プラス1。これ何かっていうと、まあ、これです。展開すると。のことをトレースっていうか、行列の、対角部分だけで取るんで、まあ、これってことです。他の項は実は全部掛け算すると0になっちゃう。この WT と PT と、こっちの WT。の掛け算がこれになって、あとは0になっちゃうので、こうやって綺麗にかけて、
PT というのは、これ PT と PT プラス1があって、あとは全部定数 A とか B とか、R とかは、Q とかは定数っていう、元からデータとしてあるものなので、これは、割と簡単に、反復計算で解くことができる。というので、順繰りに PT プラス1が分かっていれば、PT が求まる。PT が求まれば、これによって価値関数が決まる。価値関数が分かると、次の価値関数、バックワード。t が分かったら t-1。t-1 が分かったら t-1。最後は、0、v0 となって。で、そのコントロールの方も実は、こんな簡単に書ける。これ何かっていうと、ある行列 k というのを今の状態 xt に掛け算する。k というのは、その pt プラス1が分かっていれば、なるような、ある行列。これでコントロールしてくれる。線形の状態フィードバックでできる。今の状態を見てみて、それに線形なこういう行列。これは、こういう、ばらつきですね。ノイズ項に依存しないっていうので、あらかじめ計算しておいて、これを掛け算するだけで、決まる。というような整理。まあ、量的な解が求まる。最適値も分かっていて、最適値も、最初の P0 は順繰りに計算して出るので、それに最初のこのシグマっていうのは、W0 に対するばらつきを表す共分散行列。で、各期ごとにも、その各期のばらつきを表す共分散行列を掛け算して、別を足したものが比用。という、まあ、量的な解がまだ特殊なケースというのが調べている。で、実際に、ランダム性を考慮してどうすればいいかというと、まあ、簡単な近似法が知られていて、それがまあまあ動くよという話です。で、名前はここにあるように、等価確定モデル。サーティニティエクイバレントモデルで予測をする。で、まあ、非常に簡単なヒューリスティックスですが、ちょっと説明すると、今 t 域に行って最後の域の t-1までのこういう部分問題を書いていきましょう。で、そこで、この W っていうのは、将来を発生するノイズ、確率変数なので分からないんですけど、まあ、予測をするんですね。プレディクトする。予測をした値を W ハット。まあ、今 t 域にいて、この先の t プラス1から t 引く、キャピタル t-1 までは、なんかの方法で予測する。ね、過去の履歴ヒストリー、t 域までの状態が全部分かってる。という、ヒストリーから予測をして。で、予測をしたのを入れると、本当は将来の確率変数というのが、変わったときに、行動をリコースとして変えてあげればもっと良くなるかもしれないけど、したことじゃなくて、今の時点 t から見て、後ろのは予測してか、これを固定しちゃう。固定すると、実は簡単で、解が出てくるんですね。この x。その時に出てきた答えっていうのを x ハットとしましょう。x から予測した状態の答えっていうか、解というのは、その状態とコントロールの組として答えている。状態とコントロールを合わせたものが、解と呼んでいて、それがこの等価確定モデル。これ、等価確定モデルに対する、解だと。で、それを使ってどうするかっていうと、モデルプレディクトコントロールというので、t 域までの過去の履歴が分かっていて、そいつで予測をして、この等価確定問題を解いた、この ut ハット。ut ハットという、等価確定の答えを、t 域の、コントロールとする。で、例によって、NPC なんで、一期ずれたら、また予測し直して、また予測し直して、またこれを解いて、で、それでまた、次のコントロールとすると。こういう、ローリングホライズンをするっていうのが NPC の基本なので、まあ、これをやっているという。で、まあ、結構これはよく使われていて、収益管理、レベルマネジメントで講義で言ってたんですけど、いわゆる動的価格付けといって、ホテルとか航空機の座席の価格を変える。あれもだから、将来のことっていうのを確率的にやっても、まあ、大差ない。で、確定的と考えて最適化して、それをずらしながらやっていくと、まあまあいい収益管理ができるという話です。で、理論的にはこのバッドアプロキシメーション。将来のことを考えなくて、今の予測でやっちゃうんで、あまり良くないんだけど、とても実際問題としては、まあうまく動く。場合もある。応用によるんでしょうね。予測がすごいバラついたりするとたぶんまずい。で、ちっちゃな例でやってみます。状態が3つ、コントロールが2つ。で、経過期間は50、t イコール50と。A と B っていう推移する線形の行列は、まあ、何だとして、
で、2次の、費用関数として、最終の状態の費用も2次。で、制約を入れてます。U。U っていうのは、キャピタル U っていうか、同じの U、カリグラフ U というのは、0.5、マイナス0.5以上、0.5以下みたいな制約。こういう、としてしまう。で、確率変数の方は、独立で、平均0で、0.25か、0.25って i っていうのは単位より。で、だから、当然予測値は0なんですね。平均0だから。予測は0としてたら、いろいろこう0.25分だけちょっとずれる。で、制約0.5なんで、まあ結構ずれる感じ。なんで、制約は破っちゃう。制約がなければ、有用的な範囲が出てくるので、再結婚とのでは簡単に出るので、それと比較しましょうという話です。で、実際に、解いた場合、これは、MPC ですね。で、こっちが、状態 X がどう変わっていくか。で、こっちはコントロール。で、0.5以上0、マイナス0.5以上0.5以下なので、たまにこうぶつかっちゃうわけです。で、こうなると、MPC だからその制約付きで解いているので、これ以上いかないようになる。制約なしでやると、たまにはみ出ちゃって、はみ出た問題というのは解ける。というので、それが、解解になる。これじゃない、解解。リラックスというのは、この2次の、確率制御緩和、確率制御問題を制約なしで解いた場合は、ここが下限になる。ここが下限になってる。で、上側が、さっきの上限下限を超えたときは切っちゃうという、まあ、簡単なヒューリスティックを使ってやった場合で、それを、まあ、サッととか、サッとか、サチュレーションか。サチュレーションってやった場合が、まあ、普通に、リニアクアドラティックストキャスティックコントロールで解いて、オーバーしたら切るっていうのがヒューリスティック。それがこっち。平均見るとだいぶ悪い。で、こっちが、モデルプレディクトのコントロール、MPC。で、MPC の方は平均はいい。平均は。で、これ加減だから、あまり加減よりも良くなったね。まあ、いいっていうか、本当は理論値これなんだけど、たまに、まあ、ばらつきがあるんで。で、ただし、この上の方に来るときには、この辺は、単純な、はみ出たら切っちゃうところが良くなってる。ちょっとこの辺悪くなってる。というので、まあ、今は単純に普通の評価したけど、MPC のコモンドで解くときも、すごく悪い場合が出てきたので、それ、ただしかリスク回避型、リスクアバースにするしたような評価関数も良くなるよ、使うと良くなるような話を、講義の中ではしていました。まあ、細かい話、平均下がるんで、まあ、MPC がよくちゃんと動いているよねっていう話です。で、今の条件でやると、ちゃんと、このリラックスっていうのは加減、いっぱいが出てくる。で、当然シミュレーション、モンテカルロシミュレーションはしないと出てこないんで、いっぱいやってみると、MPC は224。で、さっき、アメリカで切るっていうのは271で、あんまり良くないよ。まあ、問題による。この加減は随分ちっちゃい。まあ、その改良もできるという話をしていたような気がします。ということで、この確率的な MPC というのも、まあ、それほど理論的には違いがなく、まあ、予測をね、等間確定でやっちゃうという、ズルをすれば簡単に解けるという話でした。で、今後はこれはだから、DP というのは元にあって、その両方とも MPC というのも、それなりにたくさん研究を進めて、本も出てる。で、一方では強化学習、レインフォーストラーニングをたくさん本も出てて、で、いろんな工夫が入っている。この辺を融合して、他のその数理最適ですね。マティカルオプティマイゼーションテクニックとか、まあ、他のマシンラーニングテクニックですね。過去の履歴を用いて、この最適化を解くときも、MPC はみんな普通の2次の解くので簡単なんだけど、もっと一般的な問題だと、この数理最適化の問題は難しい可能性がある。それを繰り返し解くときに、過去のインスタンス問題例の履歴とか予測をしたり、まあ、いろんな理論が混ざってくる。そういうフレームワークを作るというのが、まあ、今後の課題になって、まあ、そういうのをみんなで勉強するような研究部会も作ろうと思っていますので、まあ、興味ある方は、また、参加していただければと思います。はい。では、これで終わりにしようと思います。